J2 のビファーレン長崎は8日、31歳、DF、フレーレに対す J リーグからの処分を発表した。クラブの公式意図で伝えられている。今シーズンの J リーグ、ダゾーンで、いつでもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料を見実施中、フレーレは10月4日に行われた2020明治、安田、命 J2 リーグ第24節栃木 SC 戦に、先発出場。試合終了後、レーレは、ロッカールームに戻る際に手に持ち、ていた、ペットボトルを観客席に投げ込んだ、レにより、主審に退場を命じられていた。J リーグ規律委員会は、フレーレに対する処分を決定。選手に対して、20万円の罰金と、第25節から28節までの4未の出場停止処分を下した。これを受け、フレーはクラブ公式サイトを通して以下のようにメントしている。この度、私の恥ずべき行為で迷惑をおかけしたサポーターの皆様、栃木 SC 関係者の皆様に心からお詫び申し上げま、非常に後悔をしています。もちろん誰かを狙いたり、傷つけたりしようとして、ペットボトル投げたわけではありませんが、結果的に意図図観客席に向かってしまったことは事実でし、プロサッカー選手としてやるべき行為でありませんでした。今回の出来事を反省し、今、一切このようなことが起こらないように制していきます。この度は本当に申し訳ございませんでした。両。